はい、行政大使の内山です。今回は2分でできる涙袋を作る方法についてお伝えします。で、今回ねリクエストしてくれた方ありがとうございます。涙袋を作る方法なんですけど、 YouTube で涙袋を作る方法って調べると結構動画があって、こんだけ動画いっぱい出てるんだなと思って見てみたんですよ。眼輪筋を鍛えていきましょうっていうのが結構多くて、で鍛え方とかも皆さん大体似たようなやり方をしてたんですけど、僕なりに涙袋を作る時ってこっちの方がいいんじゃないかっていうやり方で今回説明していきます。あと涙袋を作る方法と以外にこの癖を持ってると涙袋できやすいよっていうのも説明していきますので、より確実に涙袋を作っていきたいという方はこの動画最後まで見てみてください。で、この動画良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではやっていきましょう。はい、ではやり方を説明していきます。眼輪筋を鍛えてはいくんですけど、その前に眼輪筋をまずほぐしていきます。なぜかというと、眼輪筋がうまく働きにくい人はまず眼輪筋のね硬さだったりとか、ちょっとうまく動かせるようにしてあげた方がよりその後の涙袋を作る方法効果が出ますので、まず涙袋を作るためには眼輪筋をうまく使えるようにしていきます。それを1分間やっていくんですけど、やり方は目の下、ここを単純にこう上に上げるようにマッサージしていただけます。で、ここ柔らかいところなので、ほっぺたとか顎とかよりはそんなに力を強く入れないでください。ちょん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 ってこう触っていくような感じです。イメージしたらこんな感じですね。目の周りを優しく、まあ本当に触ってちょっと軽く押していくような感じ、これをまず1分間やっていきます。はい、では眼輪筋のマッサージやっていきます。いきます、よーいスタート。ちょんちょんちょんと軽く押してください。こんな感じですね。でも目の下を覆ってるので、この目頭、目尻のところまでしっかりこのようにちょんちょんと押していきます。本当にね軽い強さでいいのでやってくださいね。はい、もう少しです。頑張りましょう。はい、いいですよ。はい、で今目の下の眼輪筋のマッサージを行いました。で、ここから眼輪筋を活性化させるために、まず眩しいっていう顔してください。眩しいって顔すると出るんですけど、もっとね効果的な出方があって、半笑いみたいな感じ、半笑いしていただけるとすごく涙袋で出るんですよ。で、例えばなんですけど、電車待ってる時に電車待ってるじゃないですか。で、駅ホームにグワーッと走ってプシューってしまってギリギリ乗れなかった人いて、なんかちょっとクール装ってる時に、うん、顔で見える時の顔、うん、顔で見える時の顔意味わかんねえこれこの説やばいな。はい、なのでまず先ほどの涙袋を作る方法と一緒に、笑った時に涙袋を作る癖と、普段何もしない時にこう目を細めて涙袋が出てる状態をキープさせるっていう、この2つやってもらうとほぼ確実にね涙袋を定着してきますので、やり方と一緒にやってみてください。で、今後美容に関することで体の悩み、顔の悩みありましたらコメントください。リクエスト受付中です。 Twitter と Instagram もやってますので、ぜひフォローして、よかったらね動画を共有、友達と動画を共有していただけると、とても嬉しいです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。